ロッテ、大チャンス、涌井、てん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 、なんや、それ。涌井の大ピンチ、5回にランナーを三塁と一塁に背負った涌井投手、田村のショートゴロの間に、1点を献上してしまった。その後は四球なども絡むが、なんとかこのピンチを最小失点で切り抜けた。傷を広げずに最小失点で抑えたのはポジ要素。完璧なナイスピッチングで切り抜けたね。ずっと失点してなかったからショックや。最後はなんとかベテランの意地を見せつけたね。5回で1失点だったら全然大丈夫。この調子でピンチもしのいでほしいね。古巣に対して頑張れ。ベテランの力でなんとかしてくれました。中日がすべき戦い方を、ロッテがやっているぞ。大事な場面で打てるのがロッテ打線なんよ。普通に好投してるから、点取ってほしい。今日は打線の沈黙がひどいね。今までの試合に点を取りすぎて、全然打ててないのがやばい。打線は何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。